提供でお送りします。新車情報89、私は三本和彦です。今学生さんは春休みなんでしょうね。で、スギ花粉症の人くしゃくしゃでかわいそうですね。僕もこの頃ちょっとアレルギー体質でなんとなく鼻がムズムズしますけれども、この時期岸子さんあなた好きですか？どちらかっていうと眠くなってしまうんで、苦手といえば苦手な時期ですね。ぼーっとしてしまいますね、普段以上に。私ね、この私事で大変恐縮なんですが、この時期私は大嫌い。私はね、大学を卒業したのは昭和28年でした。不況のどん底で、いろんな試験を受けるんですが、木蓮の花の咲く頃になるとドサッと書類が返ってきて大抵落第でしたね。就職試験だけ27回ぐらい受けましたかね。私この時期未だに好きになれませんけれども、今の人たちは幸せで、うまく就職してこれからいい社会人になったり、それから新しい学校へ行って新しい気持ちで勉強する人などいろいろでしょう。せいぜい春休み楽しんでください。それでは冒頭は岸子の何でもインフォメーションであります。はい。さあ、いよいよ、学生さんにとっては就職シーズンということもありまして、就職するからには外車が欲しいななんて親に甘えてる方もいらっしゃるかもしれませんね。そこで、外車ファンにとっても嬉しいお話なんですけれども、いよいよ4月から実施されますこの消費税を睨みまして、なんと輸入車のディーラーが値下げを始めたということなんですね。でしかもこの消費税が実施された以後にもまた引き下げがあるかもしれないなんて、そんな噂もあるんですよね。例えばですね、その車でこう金額で見てみますと、サーブやシトロエン、プジョーで言いますと6万6千円から40万円、そしてアルファロメオが17万から30万、もっとすごいことにベンツなんですが、28万7千円から 190E ですと45万円、そして最も高いあのベンツの560に至りましては、なんと300万円も引き下げられると。もう信じられませんよね。国産車1台分下がってしまうわけですよね。これによって、なんて言うんでしょう、国産車とそれから輸入車との格差がなくなりますから、国産車側だってうかうかしてられませんし、大変なちょっと激しい競争が展開されそうな、そんな気がするんですが、いかがですか？とっくにそうなってよかったんじゃないですかね。今までは外車を売ってた人たちが儲けすぎてたんでしょうね。で、少し売って潤っちゃおうと、その手あんまりかけないで儲けちゃおうという考え方の人も多かったんじゃないですか。でだけどね、日本の車外国へ持ってきますとね、ものによってはダンピングしてるなんて言われるんですよ。要するに国内価格よりも安く売るのはけしからんと言って叱られるんですよ。で、日本人に外国のものをたくさん買い替えって言いますよね。中にはクレーの電算機なんか買ってひでえ目にあってるやつもいるようですが、いろいろ買えって言うでしょ。買えって言いますけれども、それじゃあ輸出をする方は輸出の努力をしてるかというと、それほどしてるように思えないところもありますね。例えば左側を通行する国に左側にハンドルがついた車を持ってきて買えはないだろうと思うんですね。でそんなものをありがたがって買っている人たちがまだ多いから、今までのその少なく売って大きく儲けてしまう外車ディーラーが伸びてたんでしょう。しかしね、日本の車を外国へ輸出するときには、右側通行国に右ハンドルの車なんか持って行って売るというような不始末はなかったと思いますよ。一回もそんなことは聞いたことありませんよ。ですからね、売る方も買う方もそれなりの努力というのが必要なんですが、値段が下がるのは私は当たり前だと思ってますね。まだ高いと思いますよ。いろんな能書きつけちゃ高く売ってると思いますね。そんなものは東京の方言で言うとあたぼうって言うんですよ。怒ってばかりもいられませんので、今日取り上げる車は2月の27日にマツダから発表された、ファミリアであります。フルモデルチェンジでございまして、前輪駆動のファミリアになってからは3世代目のものになります。でファミリアは昭和55年の6月に、前輪駆動を導入いたしまして、バリエーションはカローラと双璧というぐらいたくさん持っておりまして、これまでの生産累計は390万台にもの及ぶと言われております。で今回のモデルチェンジでは、3ドアのハッチバック、4ドアのノッチバックセダン、それからアスティナという4ドアの2ボックス変形クーテみたいなものが加わりまして、車型が3つになりました。
で番組で取り上げるのは最も今までのファミリアらしいファミリアで3ドアハッチバックの最強のエンジンをつけた1600の DOHC、グレードは GT という車に自動変速機 AT のついたものを取り上げました。メーカーからのお客様はこの番組に最多出演のタイ記録、9回目でありますマツダの商品本部の主査をなさってらっしゃる工学博士の南貴則さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は工学博士相手ですから緊張しておりますが今までどんなことしてきましたってのもおかしい話なんですが、ファミリアを随分長くおやりでしょ。もう全輪駆動になってからずっとですね、もう10年ちょっとになりましたですね、はいはい、でこれはマツダの屋台骨みたいな車ですね。そうですね、気が重いところもありましょうけれども、随分誇らしいもんですよね。両方ですね、うん、で今度のはどうですか、自己採点して何点ぐらいやれますか。もう卒業作品だということになっておるんですがあの自信満々です。あ、そうですか、はい、卒業制作ですか。卒業制作だというふうに言われております。あ、そうですか。いやいや、まだこれからですね博士論文もう一回書いていただきます。あ、そうですか、頑張りますそれじゃあそこでちょっとコマーシャルを入れてから続けようと思います。さて型通りでございまして、この全輪駆動3世代目のファミリアの開発の狙いは何だったのか、それからこの車の特徴はどうかという話を伺おうと思います。南さんお願いします。お願いします。ファミリアの南でございます。この度は元気いっぱい、とてもこう楽しい、ファミリアを作ろうということで、開発してまいりました。新型には3つのボディスタイルがございます。でいずれも個性あふれるこうデザインに、しております。4ドアセダンは素晴らしい、パッケージと力強いフォルム、これを特徴としております。それから3ハッチバック、これは機動性に、力点を置きまして引き締まったキュートなハッチバックとしました。この先には WRC での活躍を期待しております。でさらにそれに加えまして全く新しい発想で作り出しました4ドアクーペアスティナ、この3つでございます。新しく設計し直しました SS サスペンション、オール16バルブの B 型エンジン、新開発のトランスミッション、これらが織りなす軽快な走り、あるいは心地よい走りも魅力の一つでございます。特に 1500cc DOHC の5段マニュアル3ハッチバックのインタープレイ、これはちょっと小粋で車の楽しさと手頃なお値段ということで、遊び車として私がお勧めしたい、ものです。近くのお店でぜひお試し、ください。きっと納得いただけると思います。はい、ありがとうございました。緊張してました。やはり何遍出ても緊張しますよね。南さんの説明の中に WRC というのがありましたが、これはワールドラリーチャンピオンシップという国際、ラリー競技のことでございます。で、その車に元気いっぱい私も試乗してまいりました。 VTR が撮ってございます。それをどうぞ。全輪駆動になってからのファミリアとしては3世代目の車です。でこの車はファミリアの中ではスポーティーな側に寄っている 1600cc のツインカムエンジンを積んでいます。ノーマルアスピレーション、自然吸気の下級をしていない、ターボを使っていない 1.6 リッターのツインカムで、出力は120馬力ぐらいだったと思います。ごくまあ性格としてはおとなしい感じの実用性の高いツインカムエンジンというふうに考えていいだろうと思います。でそれに4速の自動変速機 AT が積んであります。この AT は電子制御でパワーとエコノミーに使うことができます。今
この状態はエコノミーで走っている状態、それからスイッチで、パワーというモードをセレクトできますが、このパワーというモードにすると変速点がやや高回転側に移るということで、スポーティーな印象を増そうという考えで作られています。もう一モードありまして、これはまあセレクターによるものなんですが、このセレクターを使って、この車は変速をさせないようにすることができます。まあ早い話が、AT ではなくて MT に近く乗せようというわけです。で、今時速100キロを4速のギアで走っていますが、その時のエンジン回転が2500回転ぐらいですね。で、ロックアップ装置がついてまして、燃料の無駄遣いを極力やめさせようと、トルクコンバーターの回転で、動力をロスしないように、なっています。で、同じ時速100キロは3速でももちろん可能でして、オーバードライブを切ってやると、これはオーバードライブが切れた状態ですが、これですと時速100キロは4000回転に近くなります。3000、そうですね、ロックアップしないとよくわからないんですが、3600回転ぐらいでしょうかね。で、時速100キロになります。で、これは2速でも可能でして、2速ですと5600回転ぐらいでしょうか。で、このエンジンは7200回転まで使うことができるという、高速型のエンジンです。で、まあ、マツダのエンジンというのはなかなか真面目に作ったエンジンで、高回転をするための何か特殊な仕掛けとかなんとかというのをあまり持っていませんけれども、実用性の高い、まあ、俗に硬いエンジンというんですが、よたっけのないエンジンです。で、このスポーティーなエンジンのついた車には椅子はバケットシートがついてまして、この左右方向のホールド感の強い、こう束縛感の高いシートです。私はこれをあまり好みませんが、若者たちは、こういうものがいいんだという人が多いようですね。で、商品ですから好きな人は多くて買ってくれそうなものを作るという公式から言って、こういう椅子になったものでしょう。で、このファミリアに乗ってみますと、今までのファミリアの印象とあまり見た目の印象は変わりません。先代のファミリアが今前を追い抜いていっている赤い車がそうなんですが、そのドライバーもこの車が新型かどうか何度も確かめるように、覗き込んでいましたけれども、印象としてはよく似ています。けれども風洞などを使って空気抵抗を取り去ってやろう、もしくはその車の軽量化をしながら剛性を高めてやろうというようなことで、大幅にというよりは全面的にモデルチェンジをして新しい車ができていますが、印象的にはこの乗り味が随分変わったなという感じがすることです。しっかりした足腰を持ちながら、ハーシュネスがあまり大きくない。今路面のつなぎ目を渡りましたが、音こそどんどんとするんですけれども、車に伝わる振動はごく少なくて、しかもしっかりした感じで、路面をタイヤが掴んでるなということが、分かるようになっています。で、この車にはオプションのスライディングルーフがついています。ガラスの屋根の一部が持ち上がったり、もしくはその滑り込んで、空が開いたりといういわゆるサンルーフの格好になっているわけですが、これがなかなかよくできてまして、今までよりはしっかりした感じのものになりました。ステアリングはパワーステアリングで、
そのパワーステアリングもかなり操舵力を残した、要するにハンドルに重みを残した、パワーステアリングです、この舵のハンドルの印象は、比較的敏感な、大きく切り込むと敏感な感じで、小さく切っていきますと中央俯瞰帯が、割合に幅広くて、そうですね、5度の範囲ぐらいで感じないようになってるんでしょうかね。あまり車が方向を変えたがりませんが、それよりも大きく切り込めば、しっかり車を向きを変えさせようとするというものです。で、後ろの車輪には、ちょっとした仕掛けがありまして、四輪操舵を積極的にではありませんが、車が傾くと四輪操舵と同じような作用をするような、足回りにしてあります。マツダではこれを SS サスペンションと言っているようですが、四輪操舵に似た作用をしてくれます。したがって敏捷なこう挙動の変え方をしますし、その時の不安感がありません。ただの車って言うと失礼なんですが、ファミリーカーの一番下の単位のものの中ではなかなかよくできた車で、乗り味もいいと思いますね。ツインカムの元気のいいエンジンのついてるファミリアの、ハッチバックのものをいつもの坂道へ持ってきました。で、1600のツインカムというのはもっと威勢がいいかなと思うと、これは割合にマイルドな感じの、どちらかというと中速から低速のトルクを重視したタイプの DOHC のように思います。で、今日は路面が滑りやすいんでよくわからないんですが、いつも申し上げる通り、このカーブを曲がるときにタイヤがむやみになるようなサスペンションというのは上出来のものではありませんけれども、この車はこの入り組んだコーナーを曲がるのに実にうまく曲がってくれますね。一つは後ろの車輪が積極的にではないんですけれども、車のロール、横傾きと同時にやや舵を切る四輪操舵に近い作用をするというのがいいようです。例えばここですが、実にうまく回りますね。前輪駆動の車は少し、オーバースピードでコーナーへ飛び込みますとまっすぐ行きたがるものですが、これにはそんなところは見当たりません。それと乗り味がなかなかいい感じですね。しっかりしている割にはしなやかさがあると、ハンドルは女の人が使うんだったらもう少し軽いパワーステアリングの方がいいかもしれませんね。小回りはどのぐらい効きますかね。おー、この頃の前輪駆動はドライブシャフトの作りがうまくなりましたね。小回りが効きますね。燃費の報告を申し上げますと、10モードで運輸省の審査値は 11.2 キロだそうで、あります。我々が VTR ロケで、ずいぶんエンジン高回転させてましたでしょ。あんな風に使いましてあんまり理想的ではないんですが、それに、人が年中4人乗っておりました。それも80キロ級が4人乗っておりました。南博士に言わせるとかわいそうだったって言うんですが、それで1リッターあたり 9.5 キロ走っておりました。騒音の方はこれも高速域でありまして、雨が降って路面の音がかなりしたんですが、それでも時速100キロの時に68デシベル、2リッター級の車並みの静粛性を持っていました。で、乗った味で一番感心したのはホイールストローク、車輪の上下に自由に動く能力が随分高くなったということです。実は20ミリ、2センチのことなんですがね、これが効いてるようですね。コマーシャルを挟んでまた続けます。皆さんよろしくお願いします。
考えてみれば付き合いが古かったもんですね。そうですね。FF のファミリアの初期モデル、はい、2人で三好のテストコースで、はい、水っぱなこすりながら、はい、あれ寒い時期でしたね、はい、乗ってからもう14、15年になりますか。そうですね、そのぐらいになるんじゃないでしょうか ね、 それでまあファミリアは、はい、この前輪駆動になってからずっと好評で随分たくさん売れて、一時は、世界一のカローラをしのいで売れたことが国内では、それで大層びっくりしたんですが、まあこういう形にしてこういう企画にしたのは何かいろいろ反省があったからだと思うんですが、はい、今までの従来型のファミリアのどこを反省してこういうふうになりましたか。たくさん反省点はありましたんです。しかしながら同時に骨組みに関してはですね、はい、やはり考え方は従来の考え方を踏襲しております。ああ、で例えば反省点の一番大きいのはこの塗装塗面を見ていただきたいと思うんですけど、はい、これはちょっとこのレベルの滑らかさと光沢度を持った車っていうのは多分たくさんはないと思います、うん、それにで日本の塗装はなるべく薄く丈夫にという考え方が主流ですね、はい、ヨーロッパのように厚塗りでっていうんじゃないですもんね、はい、でこれはまあ当然下の鉄板から板仕上げがいい、板からまず仕上げから変えてくる、うん、から塗料は新しく当然開発する、でそれを塗る機械もまた新しいロボットにしてしまう、あーあのさーっとこ う、 そう、ね、いい職人がやってるみたい、はい、で最後になったらペッとこう切るのがついてますね、はい、これがまあ、 今回の車の中身が非常にグレードアップしてあると、しっかりした、したがって見た時のやはり第一印象、やはりそれにふさわしいものにしたいという思いで、今回はもうこの塗面からまず見直したということですね。ああ、そうです。したがってきれいに、こう生えて見えると、うん、新車のうちはいいんですが、パーンとへこまして、お店屋さんに持ってってその塗り直してもらってもこういうふうに上がります、ね、なると思います。ああ、そうですか、はい、はい、それからもう一つはやはりこの車は最もイメージリーダーとしては WRC でなんとか活躍して、ウインナーをラリーで買いたいと、はい、というのがあるわけですね。で、まあ、ラリーに使う車は、はい、これから また、はい、中身は当然変わりますけれども、はいはい、そうですよね、はい、ただそのことを考えて、まあ、先ほどのサスペンション、それからその前にそのホイールの位置、この選択をですね、これはやはり従来のものよりもホイールベース約50ミリ、このハッチバックで言いましたら50ミリ、セダンでは今度は中のパッケージを考えて100ミリ伸ばすというようなことをやっています。トレッドも当然30ミリ、はい、広げたと。でそういう足腰をきちんとしておいて、で従来、非常に好評だった例えばシーティング の、 このポジションの取り方、あるいはリアのシートの取り方、こういったものを今までのノウハウを、うん、積み重ねた上で改善してもらっている。なるほど、はい、うん、そうですか。で、今度はエンジンは全部で何種類あるんでしたっけ。5種類になります。5種類ですか、はい、でこの 1.6 リッターの DOHC は、はい、今発表されているファミリアの中では最強のエンジン、そういうことになります、うん、はい、1.5 リッターにもツインカムがありますね、はい、で 1.5 リッターと 1.6 リッターたかが 100cc の違いなんですが、どうして1.6 なら 1.6、1.5 なら 1.5 というふうに決めるともっと安くなったと思うんですが、はい、どうして2本立てなんですか。これはまあ考え方いろいろあると思うんですが、私どもが 1.5 リッターの DOHC を実現したその狙いっていうのは、やはりまあ車掛力になってこう走るっていうんではなくてですね、ハイパワーではあってほしい、しかしながら非常にまあ手頃なお値段で、車の走りを楽しみたいという方にはやはり 1.6 までする必要はないだろうと思います。で 1.5 リッターはやはり、このクラスのエンジンとしては一番まあ、多いわけですね。それをベースにしたハイパワーというものが非常に皆さんには使いやすい手頃なエンジンになるだろうという思いなんです。なるほど、はい、で私はやはりその1500の DOHC あたりが一番、はい、まあ、楽しく乗れる、楽しめるエンジンだとは思っております。あ、はい、この車輸出なさいますね、はい、で国内ではもうこれの強敵は、カローラサニーともうドンと座っててこいつと競り合うっていうのが分かるんですが、
海外輸出なさるときにはどれが仮想的と思って開発なさったんですか。これはですね、仮想的と言いますとほとんどみんなが入るんですね、うん、と言いますのはもう日本の各メーカーさん非常にいい車をたくさん持っておられますので、それが、まあ、当然向こうの方でそれぞれお客さんをこう受け入れられておるわけですね、はいはい、ですから当然、まあ、現地での生産される車、これは、まあ、当然いい車ですし、それから日本から持っていく各メーカーさんの車もまたいい車ですからね。ですから、まあ、コンピューターって言われますと全てこういう難しい話になると思います ね、 なるほどね。で今度は乗り味が随分変わりましたね、はい、今までのどちらかというとコツコツした感じから随分しなやかで、はい、そのしたったかな感じになりましたでしょ。でボディの 強度剛性も上がったと言われてますね、はい、しかし目方を見るとやや軽くなった感じがしますね。そうですね。それはどこをどういうふうにするとそうなるんですか。それは一番、まあ、一箇所だけを軽くして全体を軽くするというのはもう今の時代にはない話ですね。したがって例えばこのバンパー、はい、これは従来非常に、まあ、プラスチックでできておるんですけども、はい、重量を食った部品の要素ですね。ですがこの構造ハニカムの要素を入れたりとかいったことですね、はい、強度を入れる部分は入れるんだけどもあとは薄くって構わないところは薄くするとかですね、あるいはサイドのプロテクター、これ中をこう中空にするだとか、それからそのリアの、まあ、アンダーフロアですね、はい、このアンダーフロアのところで、二重の構造になっておるような部分っていうのはこれはもう一度構造を見直すということでかなり下げられるということで、大体ボディシェルそのもので言いますと、まあ、この平面積ですね、はいはい、単位面積あたりで大体1割くらい軽くなってますね。かといって例えばこのサイドシェル、このドアの、はい、開けた時にここにこうフレームが太いのが取っておるわけですね。これはまあ、いわば敷居のところですね。敷居のところですね、はい、でこれは車のやはり全体の剛性を高める上でのやっぱり土台の役割をするわけですから、はいはい、こういったところなんかはかえって板厚を従来の倍近く上げておりますので、はい、結構、重くなっているんですね、はい、でもそういうふうに全体で攻めていってやはり軽くて剛性の高いものということがまあできるわけですね。ああそうですか。これはまあ知恵の出しようですね。ああそうですか、それとやっぱり新しい部品、部材というものをよっぽどよく見て、はい、そして、応用していかないと、その目方を軽くするのはもう極限に近いから難しいでしょうね。そうなんですね、はい、マツダらしい知恵を使うっていうのはこれですね。これちょっと見ると何でもないこうバネなんですが、実は風速が上がる、要するに、車の速度が上がってくるとこいつがこうだんだん寝てくるんですね、風に押されて。それでこう手を上げてみるとなかなかうまく風はこう上、はい、跳ね上げてる、はい、これはなんでこんな凝ったバネ一つでやってるんですが、はい、こんなの選び出すのに実験は長かったろうし大変だったでしょ、はい、これは何のためにこんなにしなきゃいけなかった。ああそうです。これ実は思い出していただきたいんですが、最初の車をFF ファミリアに出した時に、はい、実はここをこう跳ねたんですね。で、はい、どうしてこういう切り欠けを作ったのかっていうのが、まあ、ここで、はい、話になったんですけどね、はい、これやはり風切りの音を小さくしたいというのがあるんですね、はい、で今度さらにこの風の速度に応じて、はい、まあ、相対速度に応じてこれがこういうふうに、自動的に動くと、はい、で動き方を、まあ、バネで制御しているんですけど、はい、これはここに開口部ができるために割合低い速度でちょうど笛吹きと同じ効果を出すわけですね。ラッパ の、 リードと同じになってピーッと止めるんですね、はい、でそういう音と、それから高速になれば当然こういうものが出ておりますと、はい、今度は風の音が切る風でバーッという音ですね、はい、風の音ですね、切る音で、これをうまくコントロールするためには高速になったらスロープ音はもうここの周波数から跳ねて変わってしまいますので、これを下げて風の音を小さくしてしまう、こういうことですね。で若い人これもうやめてしまえって言ったんですが、若い人はちょっと待ってくれということでこういう新しい工夫をしてきてくれたんです、この辺りが面白いところですね。そうですね。手に使わないで頭使うというね、
種はいくらでもあるもんですね。まあ、水野さんがいつもおっしゃるように、技術屋は絞りは絞るほど知恵が出てくる。そりゃエンジニアとゴマは、ね、絞るのに限りますね。必ず何か出ますね。それでカスになっても役に立つ、肥料になったりなんかして役に立つんで、ほら絞るいっぱい絞んなきゃいけないんですよ。で、南さんに一つだけ伺っておきたいんですが、パワーのあるエンジンは作った、はい、だけど経済性に高いディーゼルが一つありますね、1700cc の、はい、1700cc のディーゼルっていうと、まあヨーロッパでは1トン前後の車走らせるディーゼル。そうですね、はい、あれがバカバカしく力がないのはなぜですか。まあギリギリでどうですか。なあ、とてもダメですね。あれは博士論文だったら落第だと思いますね。はい、総論的によろしいが、格論的に落第点で、はい、あれはもう一度再提出していただきましょう。あ、そうですか、はい、じゃあ頑張りましょう。いや、方法はいくらでもあるはずなんですから、知恵は終わりになるんで。わかりました。で、時間があまりないんで、お急ぎで伺いたいんですが、ホイールストローク、はい、こう車輪の上下運動量ですね、それを20ミリ増やしたとおっしゃいましたね。はい、私、ずっと前から南さんに、ホイールストロークを大きくしないとなかなかしゃ、はい、なかなか博士はそれ、納得しなかった。今度は20ミリ増やすと随分違う印象になりますでしょう。で、ね、はい、で、その20ミリ増やしたろうと思ったきっかけは何でしたか。いや、それは水野さん今聞いてくれなかったとおっしゃるんですが、はい、ここで5ミリでも10ミリでもこう伸ばしてくれよと、こういう話を実は、はい、こう肝に入れまして、で、次の車はもう絶対ストロークを220ミリは絶対確保するということで、最初からもうレイアウトの中入れたんです。ああ、そうですか。ですから、良かったでしょ。ああ、良かったですよ。良かったでしょ。やはりね、ポテンシャルを思いっきり上げておいて、それを乗り心地に振るとか、それからハンドリングに振るとか、これはまあ、スタビライザー一本でもできるわけですから。そうですね。やはりポテンシャル高く上げる。正解でございました。ありがとうございました。そう、覚えててくださってありがとうございました。WRC も盛んでございますんで、南さんのところの車も時々この頃、バカ当たりして優勝なんかするようになりましたが、この次のやつはですね、団長向こうに回して互角でいけるようなやつを、一つ私も外国で見たいと思ってますんで、一度見せていきたいですね。ありがとうございました。コマーシャルでございます。コーナーです。今日はファミリアをご紹介してるんですが、それに合わせたようなおはがきいただいています。藤沢市の川口博典さん、二十歳の方なんですが、はい、ワンカムシャフトとツインカムのものでは性能はどんなふうに違うんでしょうか。あと15歳の千葉県の野村和久さんからもね、ツインカムにするとどうして出力が上がるんですかっておはがきいただいています。ありがとうございました。初めに考えておいていただきたいのは、カムなんかなくてもエンジンというのは回るということなんですね。で、カムのないエンジンというのがあります。2サイクルのエンジンがそうなんですが、今は2サイクルのエンジンは排ガスの問題であまりこうパッとしたところがありませんで、カムを使ってバルブを駆動してという形になるんですが、カムをたくさん使うというのは給排気効率を上げるために、使うので、排出専門のバルブを駆動するカム、それから吸入を専門にさせるバルブを駆動するカムというふうに2本に分けるのがあるんです。しかしカムがたくさんあるのは嬉しいというふうにユーザーが言いますと、エンジニアはバカ乗りしますから、いくらでもつける可能性があります。例えばスバルのエンジンは水平対向ですから、カムは4本になります。あれは4カムシャフトと言っております。3本ぐらいつけることはひょっとするとあんまり騒ぎはなるでしょうね。商品は消費者が喜ぶように作るものですから、そういうふうに出来上がるわけですね。しかしこれにもいろいろな問題があります。今日は南さんおいでですから博士にも聞いてみたいんですが、カムシャフトはですね、南さんのそのファミリア、はい、シングルカムでも4つのバルブ駆動できますね。そうですね。そしてツインカムでも4つのバルブを駆動する、はい、しかし実用のエンジンの回転域というと、まあ4000回転がいいところです。そうですね、ね、はい、まあ大体4000回転ぐらいですね、まあはい、で4000回転ぐらいまでだったらシングルカムで4つのバルブを駆動して給排気効率を上げたのも、はい、ツインカムで上げたのもいくらも違わないんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。そうでしょうね。ただツインカムの狙いから言うと高速での出力ということで、はい、どうしても4000回転あたりで、無理をしますんで、意外とトルクダウンしておるエンジンというのが
にかけるんですね。なるほど。だからかえってその辺では悪くなるんじゃないでしょうかね。なるほど。悪くなりやすくしと言えるんじゃないですかね。そうですね、はい、調整は厄介になりましょうしね、はい、でそんなことでなかなかツインカムの作り方も難しいし、そのツインカムの設定の仕方ではエンジンの特性が大きく変わるものなんですが、なぜか日本人はこのツインカムってのは大好きですね、しかし我々の耐久消費財としてそういうものが適当であるかどうか、この番組の視聴者の方によく考えていただきたいと思うんです。カムが多いと嬉しがってる番組もあるようですよね。それじゃあここから先はプレゼントコーナーでございます。はい、新車情報89からのプレゼントです。ご覧の自動車専門誌12紙とビデオの中からご希望の商品を抽選で130名様に3ヶ月間無料でお送りいたします。そして次のプレゼントはこちらです。サーキットのイエローハリケーン M505 レーシングチームから T シャツを10名様にプレゼントです。そしてもう一つはこちらです。マツダ株式会社からファミリアの発表を記念して作られました、こちらのオリジナルバッグ、こちらは5名様にプレゼントです。それではお申し込み方法です。郵便はがきにご希望の商品名を一つお書きになって、住所、氏名、電話番号、それからご意見ご希望を添えてご覧の宛先にどんどんお申し込みください。なお発表は商品の発送をもって返させていただきます。はがきたくさんお待ちしています。来週のこの時間はレジャーシーズンだというんで、日本独特の乗用車ですね、あのワンボックスカー、これをたくさんたくさんつってもそう乗り切れないといけませんから、4つ集めて、あれこれやってみようと思っております。南さん、あの車のエンジンの話って視聴者は随分興味があるようなんですが、乗用車というのはですね、1馬力あたり何キロぐらい背負っている状態、例えば1トンの車だったら何馬力ぐらいがバランスだとお思いになってらっしゃいますか。そうですね、まあ好き好きはあると思うんですが、やはり80馬力前後だったら、まあほとんどの人はあまり、苦痛を感じなくてですね、気楽に走れるんじゃないでしょうかね。そうすると 12-13キロぐらい、馬力あたり 12-13キロ、そうですね、まあ、まあ、乗用車の平均を見てみますと大体 12.5 キロとか13キロ前後に止まってますね。ところがこの頃の国産のそのホットな乗用車を見ますとね、7キログラム、一頃のスポーツカーみたいなもんですね。 F1 だって馬力あたり 2.5 キロや3キロは背負ってるわけですからね。で、そのもうびっくりするんですが、こういうパワーウォーズは、パワー戦争いつまで続くんでしょうね。それはもう永遠に続くんじゃないでしょうかね。そうですか。しかしヨーロッパでは少し考え方も変わってましてね、オートバーンの速度制限が起こったらエンジンの特性は変わるよってみんな言ってますね、エンジニアたち。それは大きな、インパクトにはなるでしょうね。でも速く走りたいっていう人の本能みたいなものがあるじゃないですか。考えてね。どうも今日はありがとうございました。